どうも、トリプルナインです。本日紹介するのはこちらになっております。Go プリンセスプリキュアパンの新作ですね。4月に出ましたね。サンドケーキプリン風味となっております。このサンドケーキプリン風味は確かドキプリとハピプリの時にも出てましたね。はい。パッケージが Go プリンセスプリキュアになってまた帰ってきたという感じですね。一応4月に出た新作のプリキュアパンとなっておりますね。ではパッケージ見てみましょう。はい、皆さんお気づきでしょうか。パッケージにキュアフローラがいないですね。まあキュアマーメイドとキュアトゥインクル、パフとアルマがいます。後ろはこうなってますね。で、右上にパンパジャパンキャンペーンの券が1ポイントありますね。これを20ポイント貯めれば応募することができます。では中身を開けましょう。中身は Go プリンセスプリキュアのシールとサンドケーキプリン風味ですね。形は思いっきりどら焼きです。ではシール確認の前に食べてみたいと思います。じゃあまずどうなってるか半分に割って中身を見てみましょう。こうなってますね。はい、白いクリームが入ってます。これが、プリンのクリームですね。プリン味のクリームとなってます。では、いただきます。どら焼きの生地にプリンのクリームの味がして、とても美味しいです。では、シール開封しましょう。では、シールの中身を確認します。キュアマーメイドですね。キュアマーメイドが当たりました。単体ですね。7番と書いてます。後ろはこうなってますね。キャラクター紹介ですね。カイドウミナミと書いてますね。キュアマーメイドに変身して世界を守るよ。厳しい時もあるけれど、思いやりのある優しいお姉さんだよと書いております。以上で、Go プリンセスプリキュアパンサンドケーキプリン風味を紹介しました。確か、ドキプリとハピプリにもありましたね。このサンドケーキプリン風味が。おなじみの味でした。ということで、今回はこれで以上にしたいと思います。ありがとうございました。では皆さん、次の動画をお楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。トリプルナインのチャンネル登録は、PC の方はこちらをクリックして登録。スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。高評価やコメントも待っているぞ。これからもトリプルナインの動画をよろしく。